今回フジライトカーペットではジャパンテックス2015においてフィリップナチュラル&クラフトショップのご提案とアームリーインドカシミール刺繍の商品群のご提案をしております。一つ目はフィリックナチュラル&クラフトショップです。こちらはナチュラルなインテリアスタイルを志向する方々に向けてイランやトルコを中心とした手織り絨毯、平織り、味わい深く素朴な絨毯のご提案をするショップのご提案となっております。フィリックナチュラル&クラフトショップを構成する商品群といたしましては、こちらイランの遊牧民が作るギャッベと呼ばれる絨毯です。こちらは遊牧民が作っている素朴で味わい深い絨毯で、彼らの生活の中から生み出された絨毯となっております。そしてもう一つがこちらトルコのキリム、平織りの敷物です。こちらは昔使われていたものをリペア、洗濯などをしながらまた再生させたものになっております。敷物としてもお使いいただけますけれども、こちらのようにクッションカバーに加工された商品もございます。2つ目は新ブランドアームリのご提案です。こちらはインドのカシミール地方伝統のチェーンステッチの技法を生かしたラグ&マット、手刺繍を技法を生かしたスローのご提案となっております。アームリの商品群はペイズリーのデザインにこだわって作られ、そのデザインはインドの職人が一針一針丁寧に手刺繍で作っております。今回フジライトカーペットではこの特徴ある2つのご提案で展開をしております。ぜひご来場ください。お待ちしております。